21世紀における我が国の発展のためには、子どもたちは健全な心と体を培い、未来や国際社会に向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である。子どもたちが豊かな人間性を育み、生きる力を身につけていくためには、何よりも食が重要である。今、改めて食育を生きる上での基本であって、地域、食育及び体育の基礎となるべきものと位置づけるとともに、様々な経験を通じて、食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる、食育を推進することが求められている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と体を培い、豊かな人間性を育んでいく基礎となるものである。一方、社会経済情勢が目まぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は毎日の食の大切さを忘れがちである。国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の喪失志向などの問題に加え、新たな食の安全上の問題や、食の海外への依存の問題が報じており、食に関する情報が社会に氾濫する中で、人々は食生活の改善の面からも、食の安全の確保の面からも、自ら食のあり方を学ぶことが求められている。また、豊かな緑と水に恵まれた自然の下で、先人から育まれてきた地域の多様性と、豊かな味覚や文化の香りあふれる日本の食が失われる危機にある。こうした食をめぐる環境の変化の中で、国民の食に関する考え方を育て、健全な食生活を実現することが求められるとともに、都市と農産漁村の共生、大流化、豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和の取れた食料の生産及び消費の推進、並びに食料自給率の向上に寄与することが期待されている。国民一人一人が食について改めて意識を高め、自然の恩恵や食に関わる人々の様々な活動への感謝の念や理解を求めつつ、食に関して信頼できる情報、健全な食生活を実践するために、今こそ家庭、学校、保育所、地域等を中心に、国民運動として、食育の推進に取り組んでいくことが、我々に課せられている課題で
である。さらに食育の推進に関する我が国の取り組みが海外との交流等を通じて食育に関して国際的に貢献することにつながることも期待される。ここに食育について基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方、公共団体及び国民の食育の推進に関する取り組みを総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する